さっき食べた肉じゃが、味が染みててうまかったな。ああ、初めて食べたが、とても美味しかったよ。え？初めてって…でもそうか。アリーシャはいつもすごいごちそうを食べてるんだよな。ブウサギの丸焼きとか、高級なフルーツとか。そんなごちそうを毎日食べているわけじゃないよ。確かに、いつも食べている料理も美味しいが、それ以上に仲間とワイワイ食事をとることがこんなに楽しいなんて思わなかったよ。幸せというのはこうした日々の生活の中にあるのだな。うん、美味しいご飯をみんなで食べる、ほんと幸せだなって俺も思うよ。お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。明日もあることだし、部屋に戻ろうか。あ、そうだな。おやすみ。おやすみ。出ますわね。あ、夜半にお騒がせして申し訳ありません。いえ、頼もしいですわ。正直負けそうだよ。お姫様は舞踏会で踊ったり、お菓子を食べたりというイメージだったけど、全然違ったよ。いえ、普通の姫はそのように暮らしています。でも私はそれができないのです。舞踏会やサロンでも改革の話をするので煙たがられてしまって、目の前にある大事な問題なのに。アリーシャさん、そのストレスをこうして発散しているのです。おかげで槍の腕は随分上がりました。とはいえ深夜の稽古はご迷惑ですね。もう寝ることにします。では。国を思う気持ちは理想のお姫様だね。けどかなり無理をされているようですわ。ああ、心配だね。ボトルの調合が終わったぞ。Thank you.
周囲を確認してくれ。最後の匂いがする。薬草があるな。今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。周囲の足元に注目だ。近くに何かあるかもしれない。マルドって結構落ちてるもんね。宝箱が近くにあるようだよ。アリーシャ様、よくぞご無事で。薬を持ってきた。状況は？感染に歯止めがかかりません。警備兵まで罹患し、野犬の群れすら退治できない有様です。このままでは国全体に感染が広がる恐れも。そんな。まず薬を患者たちに。あ、はい。大丈夫さ、薬とか救護体制が整えば。あ、ハウンドドッグも僕たちで退治しよう。でも疫病を生んでいる原因はおそらく別ですわ。汚れを受けた強力な氷魔ね。ドラゴン？違う、氷魔よ。人間たちが気づいていない。降りる、あっちだ。まさか戦う気か？ドラゴンポイント。
それを確かめないとだろ。引き際の判断は僕任せだろ。いいけど従えよ。兵馬ドラゴンパピー、ドラゴンの妖体の一つですわ。町の汚れがパピーに力を与えているみたいね。なら今のうちに何とかしないと。落ち着いて、アリーシャ。アリーシャ、まずい。危ないところだった。騒がせてすまない。まだやる気？だって放っておけないだろ。エドナ、町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。多分だけど。じゃあまずそれを払えば。ええ、パティの力を弱められるはずですわ。なんとも面倒な方法だね。そうだけど、損して得を取れだ。その作戦がいいと思う。例えは違う気がするが。力を弱めても下に下ろさないと戦えないぞ。その方法もきっとあるさ。みんながいれば。面倒かけに。急がば回れですよ、エドナさん。それです、ライラ様。損して得を取れじゃなくて、急がば回れ作戦開始だ。運ぶの手伝おうか？いえ、いいのよ。モンマス文化史にジェフリー文章、すごいな。初めて見た。繊細で貴重な書物が散逸しないよう別の場所に隠しているのよ。そういうことならなおさら俺も。本当にいいの、秘密の場所なのよ。このことは言わないでね。本を守るためだから。怪しすぎ。そうかな。でしょ、聞いてもないのに言い訳をペラペラ。秘密の書庫なんて聞いたこともないが。疑いたくないのはわかるけど、怪しいだろ。本を墓地に埋めるわけないもんな。私も気になる。隠れて様子を見てみよう。わかった。調子に乗るんじゃねえぞ、ハガサ。いいとこせんだ。ハガサ！あなたは。本を守るって嘘だったんだ。ずっと母一人娘一人で苦労してきたのよ。苦しい暮らし、救われないし、嫌ってほど苦しんだのよ。
少しだけいい目を見たっていいでしょ。汚れが。これは返してもらうぞ。警備隊に引き渡す。横領と窃盗の罪だ。分かってたのよ、いつかこうなるって。汚れが収まっていく。私にはもう必要ないわ。ネイフト代表に返してもらえるかしら。捕まって汚れが晴れるなんて。きっと心の底では望んでいたんですわ、罰せられることを。あの人やっぱり本が大好きだったんだな。面倒ね、人間って。本当に行くのか。ミクリオ様は幽霊も苦手なのですか。で、おつなぎしましょうか。じゃなくて、分かってるだろ、スレイ。かなりの領域を感じる強い兵馬がいるな。きっと驚くようなやつですわね、美術館だけに。今のはアートと美術をかけた場を和ますためのシャレで。説明いらない。あ、今気づきました。いりましたわね、説明。さっさと来いってさ。行くしかないか。貴重な文化か。ひどい、許せないな。妖精さんが見えるぞ。どうやらあれも兵馬っぽいね。この勝利を糧に。宝箱が近くにあるようだよ。あの子、鋭く攻撃をした遺跡で見たのと同じやつか。強さが同じとは限らないぞ。このような氷幕、あの遺跡にもいたのか。はい、行くぞ。中華に投げろ。あの子だよ。まだ来た。おとなしく眠ってくれよ。これどうだ。やるものだ。ゾナエあれば憂いなし。俺は気合とパクリムリの間違える。あれはサソリか。もっと大きさだ。小さいよりぶん殴りやすいって考えれば。人間の身分社会は本当理解できない。天族には身分格差はないのですか。
あえて言うならば、その日一番うまいこと言った人が。それあんたルールでしょ。君の悪い落書きだ。血で書いたみたいな。全力で当たらせてもらう。目覚める。強量弾タッチ語りかけろ。悪しき欲だ。これぞまだいるぞ。悪しき欲だ。新兵器これぞ語りかけろ。まだいるぞ。遺跡が俺を呼んでいる。戦いの後は甘いものが美味しいですわね。スレイ、周囲を確認してくれ。薬草がありそうだ。周囲に気をつけてくれ。古代語の匂いがする。近くに何かあるかもしれない。これって同志の像。センスのないいたずらね。ウェーブカラバコが近くにあるようだよ。これもアグリムのパンチ能力がある。なれエースの敵じゃあるわ。さっきに潰し大まだいるぞ。よくやめないぞ。あげるぞ。さっきに潰し。おとなしく眠ってくれぞ。さっきに潰し。おとなしく眠ってくれ。なれまだいるぞ。私も勝利よ。なりせ待てよ。なりに潰し。この石像、凛々しいお顔ですわね。この面構えは相当の武人と見ました。なかなかいい男。全身を見てみたいわね。でもこの方はほとんど裸では。だからいいんじゃない。芸術的で。確かに鍛え上げられた武人の肉体は芸術的だと思いますが。アーリーシャさん、はしたないですわ。あ、いえ、あくまで一般論で、私がそういう趣味というわけでは。あるんでしょ。ないことはないかもですが。よく盛り上がれるね、石像相手に。まったくだ。
そりゃクローディン王は武を極めた英雄だけどさ。待った、この像はクローディンじゃなくてメリオダス王だろ。え、それだと様式が合わなくないか。後世に想像を加えて作られたからだよ。いや、その解釈は強引すぎだって。そっちこそ固定概念にとらわれすぎ。じゃあ先入観なしで考えてみよう。そもそもこれが誰であるか、まず特徴は。よく盛り上がれるわよね、石像相手に。本当に。全力で当たらせてもらう。ケチラ襲撃、畳みかけろ。誰が怪獣は。これで勝利。スレイ、周囲を確認してくれ。氷魔が全ての元凶のようだな。よかったわね、ミクリオ、お化けじゃなくて。だからじゃれ合いは後。火は荒れ狂い。東京が強そうだ。この氷魔が全ての元凶のようだな。よかったわね、ミクリオ、お化けじゃなくて。だからじゃれ合いは後。なるは理由は知り合った。展望がロックサテライト。こいつをかなえて握りつぶす。展望がロックサテライト。かける曲。なるは理由は知り合った。展望がロックサテライト。かける曲が握りつぶ。指定衝撃。我が日が狂わせてやりきり。指定衝撃フェアリーズ。やりきり。何だ、俺に任せて。人目、我が日は狂わしき飛来。キリッと前へ行こうですね。指定展望がノックサテライト。かなり俺に任せて。理由は知り合った。展望がノックサテライト。人目、やりきり。展望がノックサテライト。こいつを消す。なるは理由は知り合った。展望がノックサテライト。
決める。こいつを喰らえ。一撃必死です。成長撃レアリーザ。マルワさん理由は知り合った。マルワ王子。マルワさん強化しない。セーバーボールを打ち分けない。こいつを喰らえ。握り潰す。天望眼ノックサテライト。無人の兵器だ。マルワさん握り潰す。天望眼ノックサテライト。マルワさん握り潰す。サポートお願い。一位先進です。メッシャーだ。やり切り理由は知り合った。どれ頑張りましょう。一位先進です。やり切り頑張りましょう。あなたマルワさん無人の兵器だ。先進よ。なりふり剣頑張りましょう。マウア王なりふり剣握り潰すぞ。天望眼ノックサテライト。成長撃フェアリーザ。あかんあかんて。もうあかん言うてるやんか。もうこのいけず。ごめん。私バカでしたわ。アタックさんがいると思わなかったなんて。うわっ、ライラハンやんか。久しぶりやな。ぐぬぬ、相変わらずの鉄壁やな。お知り合いですか？ええ、昔ちょっと。うちはアタック言うねん。よろしゅうな。変な名前だな。失礼やな。アタックはノルミン天族に伝わる由緒のある名前やねんで。はんなりしてるやろ。エドナ様の傘についているのと似てますよね。ああ、エドナさんのそれに触れちゃうとすっごく長くなるので、後ほどに。そうなん？ライラ、ノルミン天族って？ちょっと変わった天族ですの。地の主になるほどの力はありませんが、他の天族のお手伝いができるんです。お手伝い？天族の力をいい感じに強めてくれるメイドさんみたいなものといえばいいでしょうか。さすがはライラハンやね。うちのことよう分かったはるわ。メイドさん？分かったような、分からないような。ライラの説明って時々適当だよね。ふふふ、ヤボテンさんには分からへんよ。うちとライラハンの関係はな。余裕で想像つくけど、あのお連れさんやし、ブブ漬けでもごちそうするわ。戦いの後は甘いものが美味しいですわね。ニコラの日だまりの少女が、ジャンリュックの佇む人も、ひどすぎるわ。誰がこんなことしたんやな。それはあなたよ、票を任した。思い出した、うちや。うちがむちゃくちゃにしたんやな。大事な大事な宝物を。氷魔になるなんて何があったんですの？辛いかもしれないけど、教えてくれないか？あんな、うち芸術が大好きでな、ずっと前にここに住み着いて、大
勢さんと美術品を見てるだけでほっこりしてな。祀られへんでも寂しなかったんや。いいな、そんな生活。幸せやってん、ほんまに。けどな、国の争いが始まって人間は変わってしもたんや。敵の国の人が作った作品やからってけなしたり燃やしたりし始めてん。芸術を利用したんだな、戦意高揚に。その通りです。それだけやない。そのうちに美術品の横流しが始まってな。それでこんなに。そいつらは金を手にして笑たんや。すっきりしたな、戦争さまさまだ言うて。悲しかってん、悔しかってん、許せへんかってん。手足、うちは氷魔になってしもたんや。アタックが悪いんじゃないよ。おきに。せやけどちょっぴり一人にさしてほしいねん。まさか芸術への思いから汚れが生まれるなんてね。うん、驚いた。アタック様を追い詰めたのはハイランドだ。私がもっとしっかりしていれば。汚れはどんな心からも生まれますわ。特に危ないのは他人への憎悪。はい。そして私たち天族は器からの影響を特に強く受けます。俺が汚れを生み出したらみんなもヤバいってこと？全員が氷魔になる恐れがあります。スレイさん、アリーシャさん、人はお二人が考えている以上に力を持つものに依存し絶望します。自身の理想、そして自分にできることを見誤らないでください。救うべき人間への思いは同志の大敵でもあるのですわ。うん、分かった。だからその堅苦しさが危ないんだって。あ、そうだね。余計な心配ですわね、スレイさんには。心配する前にやろう。私たちにできることをだな。目につくハウンドドッグは倒せたようだな。疫病も少しは落ち着くだろう。
一時しのぎかもだけど。無駄ではありませんわ。汚れもある程度払えましたし。汚れ結構払えたかな。ええ、かなり。でもパピーを下に下ろす方法を見つけないと。スレイ、大事の元へ行ってくれない？え、うん、わかった。まあ、そのうち慣れるだろう。なんだ、まだ起きてたのか。さっきからいたんだが。無言でなんだよ、遠慮するような間でもないだろ。ああ、そんな間じゃないよな。もちろん。もう寝るよ。ごめんな。おやすみだろ。アタックって変な名前だと思ったが、装備品のスキルと同じ名前なのか。気づいてしまったのね。え、まさか聞いちゃいけなかったのか。手短に説明してあげる。装備品に与えられるスキルは、地の主の恩恵による、いわば神の采配。霊力と属性の微妙な配列によって50のプライマリーエレメントが発見されているわ。その50のエレメントを組み合わせることで新たな効果が生まれ、さらにそれを何十億と掛け合わせ、人や天族も構成されているのよ。それは興味深いな。そう、より純粋で不純物の少ないエレメントで構成された。それがノルミンということか。宝石とかに加工される原石ってわけだけど。おい、それぞれの原石を研究するため50人の精鋭が集められたわ。それがノルミンということか。たった1名の遅刻常習者によってプロジェクトは瓦解の危機を迎えるの。ノルミン出てこないじゃないか。ノルミンが出てくるのは第23章からよ。せっかちね。ええ、まさか聞いちゃいけなかったのか。これがあのマーリンドだなんて。歴史ある町なんですよね。転移見聞録にも紹介されているとか。うん、一回来てみたかったんだ。聖なる大樹そびえし学徒マーリンド、その梢に輝くは学問の実と芸術の花。この木陰に遊ばずして、いかにして大陸の地と美を語るべきやってね。花も実も枯れちゃってる感じ。またそういうことを言う。ですが事実です。けどまた春が来れば花が咲くし、秋には実がなるよ。はい、学問や芸術への情熱が消えない限り何度でもね。確かにそれは歴史が証明してるね。頭のお花はもう満開ね。エドナ様はお嫌いですか、お花。別に好きだけど、綺麗な花ならね。どうするんですエドナさん。ここで待って。どなたをです。私をよ。
決まってるでしょ。どこ行っちゃったのかな、ヘイドナ。まったく勝手なやつだよ。見たって。お待たせ。何するんだ。あれ、アタック様、撤退に来たで。うちの力がお役に立つらしいやんか。そうか、アタックの力を僕の矢に合わせればパピーを撃ち落とせる。エドナハンがみんなが頑張ってるって教えてくれはったんや。マチが元気になればな、芸術を愛する心も戻るはずや言うてな。ありがとう、エドナ。いいや、思いついただけよ。いらっしゃいましたわね。まずい、この暗さじゃ奴の姿が。だからいいのよ、大暴れしても人間には見えないもの。そこまで考えて。じゃあどうやってあいつを捕らえるかも。それは知らない。今夜は満月のはずだ。月明かりさえあれば。雲は流れてるな。探しましょう、月明かりを利用できる射撃位置を。ここだな。十分だ。スレ、狙いは僕が。ああ、タイミングは任せろ。今だ！さすが！ここからが本番だ。この大きさと迫力でドラゴンパピー、冗談だろ。実際のドラゴンとの格の差はもう見てるはずよ。俺たちはやるべきことをやってここにいる。そうです、今のスレイさんたちなら。まあいいわ、死なない程度に頑張って。炎、ロックサテライト。
本当のドラゴンには遠いかもだけど、ああ、たどり着けないわけじゃない。浄化の炎、あんたは同志か。あなたはマリン殿、カゴ天族ロハンだ。だったと言うべきか。ドラゴンになりかかっちまった俺にはもうこの町を守る資格はないだろうよ。そんなことは。ロハン様、ハイランド王国王女アリーシャ・リフダと申します。あなたを氷魔にしてしまった席は人心を荒廃させた私たちハイランド王室にあります。ですが必ず立て直してみせます。罰が必要なら私が受けます。ですからどうか今一度だけ加護をお与えください。なんとも一途な姫さんだな。俺が見えるのかい。はい、スレイの重視にしてもらいましたから。重視？平気なのか。え？そうか、町の汚れが随分減っている。あんたが払ったんだな。みんなでだよ。わかった、俺でよければやってみよう。うちも手伝うで。ありがとうございます。さすがに汚れていないな。大樹を器にして、加護領域を展開するぞ。ハイナ、パワーガッノルミン。これは。どうされたのですか。近くにな、まだ強い氷魔がいるみたいなんや。そいつの領域が邪魔して、雑魚氷魔の侵入を止められねえ。どこにいるんだそいつは。南西だ、遠くない。スレイ、そいつを倒さないと。けど今俺たちが町を離れるのは。雑魚警備隊は倒れてるし、雑魚氷魔は入ってくるし。スレイ、
ごめん、ちょっと立ちくらんだ。よう休憩、宿屋へ行こう。ですね、休めばいい案が出るかもですし。若い同士が身を削ってるんだ。ふてくされてる場合じゃないよな。身を削る？同志派を見つけはったみたいやな。よかったわ、ほんまに。ありがとうございます。昔馴染みなんだよな、二人は。一時期ノルミン天族の皆さんと旅をしたことがあるんですの。ライラ班はうちらの憧れでな、一族49人まとめて陪審にしてんかって頼んだこともあってんで。契約しなかったんだ。ええいいお友達でいましょう言われてな。罪な女ね。いやいや、49人は多すぎだろ。そのショックでな、みんなセンチメンタルな旅に出てしまって。え、なんでそうなるんですか。罪すぎる女ね。そんなこと言われましても。気にせんでもええわ。うちら基本ポジティブやし、みんな思い出を心の小箱にしまって明るい生きてる思うわ。思い出はどうでもいいけど、ノルどもが役に立つのは事実よ。見つけたらとっ捕まえましょう。氷魔になったらかわいそうだしな。また仲間に会えたら嬉しいわ。お役に立つさかいよろしゅう。そこにいるのね。
私も眠いですわ。グミの調合が終わったぞ。具合はどうだ？平気平気。昨日のは知恵熱だからね。そうなんだよね。おい、なんでボケた僕が突っ込まなきゃならないんだ。いつものスレイだな。よかった。同志殿、いいところに。エギウさん、橋の話聞いたよ。すっごいね。あれはまあ何でもいいけど、受け取りのサインちょうだい。俺？追加の薬よ。ネイフトって人から頼まれた分だ。不景気な顔すんなって。そうだな。あと伝言。マーリンドに向かう傭兵団を見つけ、町の警備を頼んだのですが断られてしまいました。レディーレイクに援軍を要請しましたが、少し時間がかかりそうです。だって傭兵団、その手が。傭兵に兵馬が倒せるだろうか。ハウンド毒球は無理でしょうけど、ただの動物氷馬くらいなら。凶暴だけど見えるし、所詮雑魚だし。けど警備を断ったって。私が頼んでみます。誠心誠意。とにかく会ってみよう。伝言伝えてくれてありがとう。ねえ、なんでこんな面倒なことしてんの？なんでって、困ってる人をほっとくの嫌だから。わかった。スレイが変なやつだって。さて、薬はどこに？聖堂に頼むよ。承知した。ねえ、途中で傭兵団を見なかった？マーリンドに向かったっていう。木立の傭兵団なら一緒だったよ。この町にいるんじゃないか。補給をするって言ってたから。傭兵団の件は。装備品のスキルについて詳しく教えてくれないか？いい心がけですわ。まずは基本スキルについて学んでいきましょう。基本スキルは10のグループと5の属性に分類されるわ。よって全部で 10×5。計算できる。この50のスキルの名前を持つノルミンさんたちがいまして、効果を引き出す能力をお持ちです。気に入ったスキルがあったら、あいつらでも見つけて地の主へ送り込んでコキ使ってやるといいわ。グループと属性、これは能力を整理する目安になるだけでなく、ボーナススキルに関わってきますわ。とここでお時間です。ではまた来週お会いしましょう。お時間？来週？さて、2回目となる本日はスキルのグループについて説明いたしましょう。ボーナススキルじゃないの？聞く側が段取りを指示すんな。
黙って聞け。はい。すべてを一気に説明しても得策ではないので、早めに獲得するものについてお教えします。ステータス系、これは基本ステータスを割合で上昇させます。なので得意分野を伸ばすのが良いですわ。ヒットポイント系は体力に関わるものよ。ダメージ受けがちなら重点的に集めることね。当たるなって話だけど。このように戦術を明確にするには、まず同じグループを揃えてみることが一つの選択肢になるのですわ。そこで発生するのがボーナススキルってわけよ。ではまた来週。また来週？補給急げ。こんな物騒な町に長居は無用だ。何があったの？聖堂を襲おうとした野犬の群れをあいつらが倒したのさ。いや、見事な連携だったよ。あの犬、兵馬ですわ。ただの雑魚じゃないよね。人間にしてはだけど。あの、頼みがあるんだけど。ああ、俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ噂の同志です。橋の奇跡のか。こんな若造って冗談だろ。マーリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならないけど、警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか。俺たちを利用して美味しいところを独り占めする腹なんじゃ。そんなことはしない。口で言われてもな。じゃあどうすればいい？教えてやるよ、同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気ならこれから言う金額を持ってきな。話はそれからだ。どうするよ、同志様。ああ、考えるのは自由さ。だが俺たちは口だけじゃ動かねえぜ。オタクの信者とは違ってな。どうするよ、同志様。ああ、考えるのは自由さ。だがどうする。へえ、思ってた同志とは違うな。ちょっとは信用できそうだ。金を出せば信用するのか。じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ。使命感や義教心だ。
俺の部下が疫病で死んだとしてだ、そんなもんが残された身内を世話してくれんのか一生。それは。だが金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。もっと現実を見な、お嬢ちゃん。現実か。さて、依頼はこの町の警備だったな。受けたまわるが、見返りに、この町、好きにしちゃってもいいよな。本当にいいのか、スレイ。心配ないよ。契約を重んじる人が、そんなことしないさ。合格だな。仕事だ、野郎ども。全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周、3番隊は市内を固めろ。警備隊へは俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ。おこれは釣りだよ。仕事は適正価格で受ける主義でな。まあ意外にお得。こう見えてもお客様本位なんだ。木立の傭兵団か。変わった連中だな。あんなつながりもあるんだな。一応筋は通ってるし、あいつらの理屈だけど。彼らのように信じる者に自分のありようを委ねる人間はむしろ純粋なんですわ。確かに汚れは感じなかったね。つまり汚れとは単純な善悪ではないと。悪人でも、いや
悪人だからこそ汚れないこともあり得るわけか。はあ、汚れって難しすぎだね。そんな風に悩めるスレイさんの心が大切なんですよ。私もそう思うよ、スレイ。純粋というより単純なだけな気もするけど。否定はできないね。あー、ますます難しい。この奥に何かいるぞ。はい、私にも分かるほど嫌な気配です。あいつがいる。これくらいなんてことないよ。気合と度胸が。うなれエース両頭を。無理しないで。気合を払いよ。今のは聞いた。力って面白いな。顔ほどじゃないけど。ノルミンさんたちのお助け能力は素晴らしいですわ。それぞれ効果も違いますし。顔は完全に同じなのにね。組み合わせ方で効果が変わるんだよな。生意気すぎ、ノルのくせに。はい、組み合わせられるノルミンさんの数も増えていくはずですわ。ノル×ノルイコールノル地獄。ノルミンに厳しいよね、エドナは。別に、ただちょっと因縁があって。問い詰めたいことが77個、苦情が108個、訴えたい案件が32個あるだけよ。複雑なんだな。出た頃に会った狼とはスケールが違うな。こいつはモアナガルの来月の夜に最も力を発揮すると言われています。you
効力戦になる。赤は焼く。みんなで襲撃。足気を下す。行くぞ。襲撃。足気を下す。リスクを引き入れる。リスクを引き入れる。リスクを引き入れる。行くぞ。襲撃。リスクを引き入れる。ケンタ。行くぞ。襲撃。これどうだ。次の木は足気を下す。一刀両断。ケチラ。味方。殺して眠ってくれ。決め止めるデスクスを。行くぞ。やり物ってそうだよ。過信症一点突破。やり物超魔は術が効きやすいですね。焼き切る。万有かしずく膝元に俺の攻撃だと言ったのだ。みんなちょっと軽い。俺の攻撃と言うのね。終わった。ちょっと疲れた。植物なのに動いてる。氷河がつくのは動物だけとは限りません。流せればピンク。高級の中級流化プラエクソ。青の四連マイチルエクソ。全てを狂う。火は荒れ狂い。青の四連ルコピッコの炎。青の四連マイチル。高級の中級かけろ。この高級の中級青の四連マイチル。よし天族の力。近くに何かあるかもしれない。全力渦を集中力が高い。むやみに振るな。よし全てを貫け。大丈夫かみんな。青の四連爽快の発言。全て大丈夫かみんな。結構変わった。私に推進障害。青の四連爽快の発言。高級の中入魔人剣か魔一連今荒れ狂い。高級の中入よし打たかけろ。魔一連畳みかけろ。高級の中入よし爽快の発言。全てを続け巻き上げる。この勝利を薬草があるな。遺跡だったんだな。どの遺跡も氷魔の住処になっちゃってる。本当に広まってるんだな汚れが。スレイさん、遺跡が氷魔の巣なのは僕も残念だよ。けど探検しながら氷魔も払えるのは一石二鳥じゃないか。どんな探検家や歴史家もできなかった冒険だ。前向きだなミクリオは。は？うん、悩んでても答えは出ないしな。それくらい能天気な方がいいよ。スレイさんに言われるとショックですよね。行こうぜポジティブミクリオ。お前分かって言ってるだろ。略してポジリオ。略すな。全力で行くぞ。過信症へ。お湯の声。お湯の熱人を迎え戦作戦に気をつけてください。お湯の熱人を全部熱戦。全力で当たらせてもらう。
なる攻撃を試してくるわ。かける曲なりゆりゆりゆりマジックアレするかける曲なるわゆりゆりカウア王体なるわゆりゆりやった止めまだいるぞゆりゆり止めなるわ残響カウアまだいるぞゆりゆりは残響場所アッシオンこいつを食らなるわゆりゆりやった遺跡が俺を呼んでいる宝箱が近くにあるようだよこれってまさかエリクシール魔王テラスが作ったっていう万能薬あ、姫薄羽白鳥ですわライラって時々不思議だよねそれよりエリクシールだ本物かな天意見聞録によればエリクシールの生成術は過去に失われているってあったけどあ、前角小円マコガネ発見舐めてみればわかるかもおい、大丈夫か一滴くらいならうわ、回復した本物だこれ普通に買えると便利なんだけどなそれは難しいですね人の世界に残っているエリクシールは教会が管理しているはずですからへえ、教会がもう虫のことはいいんだこの感じ、やつね。過ぎるとバテるよ、スレイ何事も程よさですね周囲を確認してくれ。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
Thank you.